クアンニン省は、ベトナムの省の一つ。省とは、ハロン市。東北部に位置し、ハロン湾に面している。北は中華人民共和国と国境を接する。クアンニン省は、ベトナムの北東に位置している。北側では 118.8km、トンキン湾では 191km にわたり、中国と国境を接している。西側はランソン省、バクザン省、ハイズン省。 南側は、ハイフォン市と接している。クアン認証ンは、政治、経済、軍事、外交において、有利な立地にある。また、ベトナムと中国が共同で開発する、越中経済協力地域を有している。アセアンと中国、また、中国の厚生地湾属地地区とシンガポールの貿易中継地としての役割を期待されている。クアン認証には、14の市、地区。 186、軍18、町がある。ベトナム全土で4市を有しているのは、クアンニン省だけである。人口は118.5万人で、そのうち50.3%が都市に住んでいる。総面積は12,220平方キロメートルで、そのうち内陸の面積は6,100平方キロメートルである。ベトナム全土の3分の2を占める大小を合わせて2000の、 島を有し、海岸線は2 5 0トル以上に及んでいる。クアン認証ンは多様で豊富な天然鉱物資源を有している。多少、市にない石炭、カオリン粘土、傾斜、石灰石などの鉱物資源を多く有している。クアン認証ンは観光資源にも恵まれている。特に、ハロン湾はユネスコによって世界自然遺産に認定された。また、新、 世界七不思議の一つに選べれている。大小様々な島が点在している。バイトロン湾は昔のままの風景を残しており、多くの外国人観光客を魅了している。クアン人賞ンはこの他にも観光資源を多く有しており、これらの観光資源はこれからの発展に大きく寄与している。四死日者七県で構成される。クアン人賞ンはベトナムにおいて、 今後最も速いスピードで発展が期待される章の一つ。ベトナムの首都ハノイ、ベトナム有数の貿易港ハイフォンと一体した経済圏に含まれる都市として、クアンニン章はベトナム北部の重要な経済都市に発展していくことは確実である。クアンニン章が戦略的に重要な都市として発展する理由は、まさに中国と国境を接していることである。 クアン認証ンは、アセアン、中国自由貿易地域の重要な中継都市として、その戦略的な重要性は拡大していくものと考えられる。クアン認証ンは、ベトナム63省、中央直轄市の中でトップ10に入る経済規模を誇る。省経済の中核を成す産業は、工業及び観光業である。一方、クアン認証も、ベトナムの他の省同様、 一層の工業化を進めるべく努力しているが、その工業化、発展戦略の特徴は、グリーン発展モデルへの転換である。旧来の高工業、観光業からより高付加価値な工業、サービス業の受け入れを通して、ベトナムにおけるグリーン発展のリーダーの役割を果たすことができるよう努力している。ありがとうございます。